あの。よし。剣王様、このスフィアシティでこれから起きることをご存知なのですね。名代から全て手紙で知らせを受けておる。やはりそうでしたか。貴様、あの奇跡の間の神代が何かを分かっておるか。ええ、核ミサイルの起動装置ではないかと。そうだ、あの部屋の中央にある寝台に人が横たわり眠りにつくと、スフィアシティの扉は閉まる。扉の横の砂時計は砲台にエネルギーが充填されるまでの残り時間を示しておる。つまりあの砂が全て落ちた時、このドームは完全に開き、発射の準備が整うと。眠る者が目覚め、寝台から背を離したその時、世界は再び核の炎に包まれる。ユリア様が起き上がった時、全てのミサイルが発射されてしまうということですね。ユリアの傷が癒え、目覚めるまでの間にこの扉を開け、奇跡の間から連れ出すつもりだった。だが名代なき今、もう扉は開かれぬ。ナダイは扉を開けられるのか。かつてこの軍事施設を発見し、閉ざされていた扉を開けたのはナダイだった。なんだと。
剣王様、あれは ここが扉のようです、剣王様。ここはおそらく軍事施設、旧時代の遺物のようだな。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには水が湧き出ております。この資源を使えばここにあなたの居城を築くことも可能。我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまずこの扉を開けねばなるまい。北斗総将派、我が奥義総将派を跳ねのけるか。剣王様、ここは私が。なだい、何を。我が剣、名と経験の極意は、陶器を雷に変化させ増幅し操ることにあります。この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって乱せるかもしれません。見事だ、ナダイユ。はどうやら地下から水を汲み上げているようです。しかもその原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ、ナダイ。剣王様、これは。お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって新たなる世界の神にならん。新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ、天空に新世界を告げる槍が解き放たれん。核ミサイルの起爆装置だ。何だと。よいか、ナダイユ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け。その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は。我が波動にこのような異物は不要。ナダイユ、必ずやこの施設を守り抜け。剣王様。昔父とそのようなことが。ラオウ、なぜお前がユリアを助ける。お前はユリアが欲しいのか。だがお前が世界を滅ぼすような危険を犯すとは思えん。答えろ、ラオウ。なぜそこまでユリアにこだわる。お前はユリアを一人の女だと思っているかもしれんが、
ユリアには隠された真の価値がある。何？どういうことだ？貴様は知っておるか？ナント政権に語り継がれる究極の奥義を。究極の奥義？ナント政権108派その頂点ともいえる奥義。その奥義の威力たるや天をも引き裂くと聞く。我が波動のためこの世の全ての剣を知り滅ぼす。それが剣王を名乗る我が野望であり本懐だが、その奥義を体得するにはナント政権直系の血筋ナント最後の章が必要だと。俺はその章を探し続けやがてたどり着いた。ナント最後の章、それがユリアだ。何？ユリアか？ゆえに俺はユリアを生かした。ユリアはなんと究極奥義の鍵、この時代を握るための鍵なのだ。だがナダイがおらぬ以上それも手には入らぬ。核ミサイルが発射される今止める方法はただ一つ。命を奪うのみ。キュウ様、うん、邪魔をするな、ケンシロウ。ナダイは生きている。なんだと？知りたいなら俺の剣に聞け。なぜ？俺は何があってもユリアをあの場所から連れ出し共に生きる。貴様はナダイが生きていることを俺に教えあえて戦う道を選ぶか？ユリアのためにラオお前を倒す。お前の野望もここまでだ。思いやがる。いい機会だ。違いを見せてやろう。二人ともおやめください。これは俺たち兄弟の問題。口出し無用だ。ケンシロウさん、ここでは狭すぎる。山のふもとまで来るがいい、ケンシロウ。そこで貴様との決着をつけてくれ。いいだろう。おい、ふざけんな。
あの。ああ。いや。あの。ああ。うん。死ぬ覚悟はできているようだな、ケンシロウ。覚悟するのはお前の方だ。ほう、闘気をまとえるほどにまでなったか。行くぞ、ラオウ。ケンシロウよ、貴様を倒し、この場所を北斗神拳終焉の地にしてくれるわ。貴様の成長を見せてみろ。
断したのはケンシロウ。受けてみよう。もらおう無敵の剣。ここまでやれるようになるとは。お前の負けだ、ラオ。ふざくな。この程度の傷を負わせたぐらいでこの剣王に勝ったつもりか。まだ勝負はついてはおらぬ。まだこれほどの闘気を。まだまだ待ってごときに遅れを取るつもりはないわ。ほう、これほどの圧倒的な闘気の違いを前にしてまだ構えるか。そこまでしてユリアを奪われたくないようだな。貴様もなんとの究極奥義を手に入れたくなったか、ケンシロウよ。そんな奥義など俺にはどうでもいい。俺にはユリアが必要。それだけだ。何？貴様は力を望まぬと。ああ。
伝承者に選んだ我らが師龍拳の意図がようやく見えたわ。北斗神拳は愛そして悲しみを背負う者こそが最強に近づける。師龍拳は死ぬ間際にそう言っておった。ウヌこそが我ら兄弟の中で最強の北斗に近づける男。龍拳はそう考えたのだろう。だが俺が求めるのは北斗をも超える最強、それこそ絶対であり覇者たる者の剣、ケンシロウ。しばしウヌとの勝負を預ける。何？ユリアを救いたければ救うがいい。それは何との究極奥義を求める俺にとっても好都合。ならばこの剣を最強の北斗と何との究極両方とも飲み込んでくれる。最強の北斗を倒すのはこのラオウ。ケンシロウ覚えておくがいい。ちょっと待てよ、ケン。あの巨王が名代様だってのか？俺はそう思っている。本当なのかよ、それ。じゃあどうして名代様はエデンを攻めるような真似を？あれは信仰という名目で定期的にエデンの様子を探りに来ていたんだ。様子を探るって何を？スフィアシティの謎が守られているのか確認したかったんだ。そうか、いつ核ミサイルの発射施設ってバレるか分かったもんじゃねえからな。ナダイはスフィアシティの扉が閉じたことを知っていた。ミサイルが発射するまでの残り時間を確認するためこれまでにない大規模な進行をしたんだ。では先日の進行もそのために？だけどもよ、様子を見るためだけに名代様は強軍を作ったっていうのかよ。もともと強軍はエデンを狙う野党の集まりと聞く。奴らを自分の配下にしておけばエデンへの脅威もコントロールできると考えたんだろう。なんてこった。父が生きていたなんて。私はてっきり死んだものとばかり。キソナ、俺は今から今日に会いに行く。今日、いや、ナダイを説得すれば起動した核ミサイルの発射を止められるかもしれん。そんなもんどうやって止めるって言うんだよ。いえ、可能かもしれません。剣王様の話では父の剣で扉を開けられると言っていました。父さえ協力してくれればスフィアシティの扉は開けられるかもしれません。ああ、そして俺が奇
席の間で眠るユリアが目を覚ます前に連れ出し、ミサイルの発射を止める。確かに、それなら止められるかもしれねえ。今日の根城はどこだ。知っていればこっちから攻めるさ。そうか、何か手がかりでもあれば。しかし、今までの進行頻度からそう遠くない場所だと私は睨んでいます。町で情報を集めてみましょう。城門を開放したことにより、外の人々が多くこのエデンに集まってきています。何か知っているかもしれません。ああ。